和風アクションゲーム、ボート月夜の青い花。このゲームの舞台となるあやかしの国にはこんな言い伝えがあります。竹茂る地の月の夜に青き蓮華は流れ落つ。世のよろずごとは改まり、再び輪をなし夜は明ける。世界に危機が迫る今この瞬間、ちっちゃな天の御使いボーの大きな大きな冒険物語が始まります。ボーと月夜の青い花は日本神話や伝承をベースにした探索型の和風アクションゲームです。美しく描かれたあやかしだらけの世界で、あなたは主人公ボーとなってあやかしの国に迫る危機に立ち向かうことになります。このゲームの基本は叩くこととジャンプをすること、そしてそれを繰り返すことで舞うように自在に空中を飛び回ること。敵や物を叩くとボーの体が青く輝き、再びジャンプすることができるようになるのです。このヒット&フローアクションを駆使することで、普通ならたどり着けないこんなところを探索できたり、まるで優雅な舞を演じるように敵と戦うことができます。冒険の途中で様々な道具を手に入れることで探索できる範囲がもっと広がります。離れたものを掴んで一気に移動し、壁を素早く登り、小さな羽で宙を舞い、敵を叩いて次の足場にたどり着き、餅つきの杵で地面に向かって急降下なんて華麗に探索を進めることもできます。そして時にはお茶を飲んで一息ついてみたり、さらにだるまとお守りを使いこなすことで冒険はぐっと楽になります。特殊な効果を持った8種のだるま、これを使い分けることで戦いを有利に進めることができます。お守りは身につけるだけで冒険をサポートする様々な恩恵を受けられるでしょう。そうして準備を整えたら、強大な力を持ったあやかしに挑みましょう。ボーの旅路は困難な道が多いですが、ちょっとした思いつきと身につけた技や道具、あとはあなたの諦めない心があれば先へと進めるはずです。旅を続けていく中で、あなたはさまざまなあやかしと出会うことになるでしょう。ふるさとから離れて暮らすウサギ一族、結婚式を執り行う狐たち、相撲の修行に勤しむ兜一族、彼らはあなたの旅を色づけ、きっと味方になってくれるはず。行く手を阻む過酷な道のり、可愛らしくも恐ろしいあやかしたち、あやかしの国に迫る黒い影、蓮の花から生まれ落ちたばかりのボーはこの世界でどんな冒険を紡ぐのでしょうか。ちっちゃな妖怪のでっかい冒険物語が今始まります。ボーと月夜の青い花、7月18日発売、予約受付中。